約1ヶ月半のインターバルの後、ヨーロッパに戻ってまいりましたスペイン GP。 本当にいい天気ですね。本当にここ暑いんですけどもね、湿度が低くてすごくいい暑さなんですよね。そして GP 初開催のヘレス、ここはやっぱり初めてのレースですからね、みんなイコールコンディションと言っていいんじゃないですかね。お客さんが本当にエキサイトしまして、スタートが大幅に遅れました。典型的なラテン系の観客でね、そういう派手な乗りをしてますね。さて予選なんですが、日本期待の八代俊二が金曜日に転倒しまして一瞬ヒヤッとしたんですけれども、大丈夫だったようです。さてポールポジションは YZR に乗ります昨年度チャンピオンゼッケン1番のエディ・ローソンであります。鈴鹿から1ヶ月半ありましたから、鈴鹿でホンダが速かったですからね、その辺メーカーもだいぶ力を入れたんじゃないでしょうかね。そしてセカンドポジションが雨の中耐えて耐えて2位を鈴鹿では獲得しましたゼッケン2番のワインガードナー MSR、サードポジションにゼッケン11番ニール・マッケンジーの NSR と続きまして、鈴木勢では11番手にケビン・シュワンツが RGV ガンまでつけております。そうですね、やっぱり3メーカー水どもになってほしいですね。さあいよいよ30周の 500cc クラスの決勝スタート間近であります。ゴーサインが出ました。ロケットロン好スタート。さらにポールポジションのエディ・ローソン、セカンドポジションのワインガードナーも好ダッシュを見せました。一覧となりまして1コーナーに向かいます。トップに立ちますのはエディ・ローソン。さあ注目の日本人勢、平田はまずまずの位置につけます。八代はちょっと遅れました。おっと、ここでアウト側からかぶされましてかなり遅れてしまいます。そうですね、やっぱり1ラップ目の1コーナーっていうのはそこで順位が決まりますからね、後々のレース展開のためにも一番大事なところなんですね。昨年度のランキング順にゼッケンというのは大体上位のはついているんですが、そのゼッケン1番をつけますエディ・ローソン、ゼッケン2番のワインガードナーが前に出ました。 YZR 予選から好調でした。そのエディ・ローソン今かなり振られましたね。そのローソンがトップに立ちまして、ガードナー、ゼッケン2番のガードナーが追いかける形になりました。昨年までですと逆のパターンでしたね。そうですね、ガードナーが先にいてローソンがじっくり、追い上げてパスしていくっていうパターンでしたね。YZR と NSR の仕上がりの違いというのがあって、ローソンとしては今年はちょっと苦しいんでしょうか。そうですね、NSR がだいぶ幅広くライダーに乗れるようなマシンに仕上がってますからね、去年よりはガードナーだいぶ自分のマシンに、マッチングしてるんじゃないでしょうかね。さて1台転倒しましたのは RGV ガンマに乗りますゼッケン18番のケニー・アイアンズ。2ラップ目ですけどガードナーがトップに出ましたね。さあその NSR の仕上がりがかなりガードナー向きになっていると見ていいんでしょう。ニール・マッケンジーも鈴鹿でいいタイム出してますし、みんなが乗れる、どんなライダーでも速く走れるマシンに仕上がってるみたいですね。さて3位争いがその後ろ激しく行われておりましてね、 NSR に乗りますローン・ハスラム、そして YZR に乗りますローブ・マッケルメ、その後ろから NSR に乗りますニール・マッケンジーとついておりますが、ローン・ハスラムが今シーズンはワークスマシンの NSR ですね。そうですね、エルフのマシンがまだ間に合わないっていうことでね、市販じゃなくてワークスマシンの NSR に乗ってますね。鈴鹿でもいいところを走っておりまして、このヨーロッパの初戦でもなかなかいい位置なんですが、彼は NS 時代にやはり素晴らしい走りを見せておりましてね、 そうですね、その走りを彷彿とさせるんですが、あの時も83年だったと思うんですけどもね、初戦から3位連続入賞っていうのがありましたね。さてさらにその3位争いの後方5位6位争いあたりも面白くなってきておりまして、この6位争いの中に V 型4気筒のファクトリーマシンがほとんどなんですけれども、V 型3気筒の NS に乗りますゼッケン10番のピエール・フランシスコ・キリというのが上がってきてますね。ここのヘレスというのはかなりトリッキーなコースですからね、NS の3気筒はクイックな旋回性持ってますからかなり合うんじゃないでしょうかね。さあその5位争いの中にですね、そのキリを筆頭といたしましてクリスチャン・サロン、ランディ・マモラも入っているんですね。鈴鹿では雨の中ダンロップタイヤでねぶっちぎりの優勝を飾ったんですが、まだちょっとダンロップタイヤとのマッチングが、そうですね、ドライの場合まだ開発途上っていう感じがしますね。さてその5位争いに上がってきましたのがケビン・シュワンツ、予選では11位、ゼッケンは34番なんですが、彼はアメリカ人なんですけれどもグランプリではルーキーですね。そうですね、去年スポットで何戦か出たんですけどね、今年はもっともっと経験積んで上位に食い込んできてほしいですね。早いライダーですからね。この5位争いが非常に面白い争いを展開しているんですが、この5位争いに平忠彦ゼッケン21番も加わってこようというところ、さらにスタート遅れまして八代がその平をかわして前に出てきましたね。この日本人2人っていうのでね、メーカーも違いますし、かなり強いライバル意識を燃やしていいレース展開をしてくれるんじゃないでしょうかね。ボールドウィンが9番手につけていたんですがマシントラブルでリタイア。ボールドウィンといえば雨の鈴鹿でも2位に上がりながら転倒リタイアと、今シーズン歯車がどうも噛み合ってないようですね。ちょっと悪い流れに踏み込んでるんじゃないでしょうかね。
さあ、そろそろレースの方もラップ遅れが出てまいりまして、このラップ遅れというのがこういうツイスティのサーキットですと重要になってきますね。競ってる場合なんか特にラップ遅れをどう抜くかというので、優勝が決まるっていうシーンもありますね。今回はワインガードナーがぶっちぎりまして、ローソンがその後ろから淡々と2位を走るという展開になります。さらにその後ろのイギリス人同士の3位争い、ローハスラムとニール・マッケンジー、この周遅れがどう影響を与えますかね。同じマシン同士ですからね、同じイギリス人同士ですし、やっぱりローハスラムの方がレース経験が長いだけあって、こういう決勝では強いんじゃないでしょうかね。その後ろの5位争いから前に出てきましたのはゼッケン34番のケビン・シュワンツ、アメリカ人。その経験から言いますと彼は GP ルーキーですから。そうですね、去年2000ほどスポット出てるんですけどもね、今年また出るようになりましたから、もっともっと経験積んで上位に来てほしいですね。早いライダーですからね。さらにその5位争いには日本期待の八代平が加わっていますね。スタートで大きく遅れた八代、追い上げて見事なんですけれども。そうですね、その追い上げでかなり体力消耗してると思うんですよね。500ともなると結構体力消耗しますから、その辺で一旦抜いたんですけどもね、また後半抜き返されるっていうことになりましたね。平は昨年250フルシーズン激戦の中戦ってまして、そういう意味での経験は八代よりも上回っているといったところですね。そうです、250の激戦でね、1コーナーの大差っていうのがよく分かってるでしょうしね、八代もその辺もっと経験積んでいけばもっと上位に食い込めると思います。さあ、ガードナーが優勝を飾りました。そして淡々と今回は2位を走りましてエディ・ローソン、3位争いはロンハスラムが、そして5位争いはケビン・シュワンツが制しました。去年は涙の表彰台でしたガードナー、今年は自信です。一方しょんぼりとした姿を見せましたエディ・ローソン、ロンハスラムははしゃいでました。そうですね、アッセンからエルフ4に乗る予定です。